タイミル自治管区地図タイミル自治管区は、ロシア連邦のクラスノヤルスク地方に属していた自治管区。ドルガンネネツ自治管区とも呼ばれる。行政の中心は、南西部に位置するドゥディンカ。1930年12月10日に設置され、2007年にクラスノヤルスク地方に統合され、タイミルドルガンネネツ地区となり、消滅した。ノリリスクは自治管区内に位置するが、 行政的には、クラスのヤルスク地方の直轄市であり、自治管区には属さなかった。石炭や天然ガスを産する。北にタイミル半島が北極海に突き出ている。その北のセベルナやゼムリア諸島は自治管区に属していた。東に、サハ共和国、南に、エベンキ自治管区、西に、ヤマロネネツ自治管区と隣り合っていた。主要な河川は、エニセイ川、ヤシナ川、 ハタンガガは、ユーラシア大陸の最北端はタイミル半島のチェルスキン・岬である。住民の6割以上が行政の中心、ドゥディンカに集中していた。人口の67%をロシア人が占め、その他ドルガン人、ネネツ人、ガナサン人など。この地域はクラスのやるク時間帯の標準時を使用している。時差はアトックプラス7時間で、過時間はない。 ありがとうございます。